大相撲3月場所で五所川原市出身の武尊富士が千秋楽の取り組みで勝ち星を挙げ、110年ぶりに新入幕で優勝の快挙を成し遂げました。武尊富士の地元五所川原市です。泣いても笑っても最後、今日の大一番に会場は緊張の面持ちです。とにかく精一杯頑張ってほしいです。頑張って。五所川原市役所のパブリックビューイング会場には今日も多くの人が詰めかけました。そして、右足の怪我をして出場した武尊富士が豪ノ山を破り優勝を決めると、勝負の行方を見守っていた人たちからは大きな歓声が上がりました。まさか優勝すると思っていなかったから、もう涙出てしょうがないです。おめでとうは言いたいと思うんだけども、やっぱりみありがとうって言いたいですよね。記憶に残った相撲になってるんじゃないかと思います。新入幕での優勝は110年ぶりとなる快挙で、県出身力士の優勝は1997年の大関貴乃波以来27年ぶりとなります。